相当いろんなこと言うけど大丈夫ですか、相当いろんなことって何かっていうと、どこで違和感が発生するかっていうと、うんうん、予測よりも広いこと言われた時に人ってロックするのよ、うんうんうん、これ予測誤差って言うんだけど、はいはい、相手が想定すること以上のこと言われると、そんなこと分かりません、信じられませんっていくんだけど、はいはいはい、まあ、例えば早く変化させたいとか、完全に答え分かってるけどこの人の認知超えた状態ってなった時にはさ、まあな、うんうんうん、まあ信頼関係持ってこの人の言うことを聞いてみるかっていう風な状態作っといたんだよね。ああ、そうですね、うんうん。自分では認識できないですからね。信じない、うん、信じてるからやってみるができますもんね。だからその人の限界値がそこにあるわけじゃん。うん、いいと思ってやっていてそういうことでしょ。なるほど。で、そのいいと思ってやってることじゃないところに連れていかないと、うん、まあコンサルの価値がないっていう風に、まあ、考えた時には無理やりっていうかさ。